フリオアルベルト・ボーボンは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州、オクティベ・ハグン・スタークビル出身の元プロ野球選手。左投げ左打。アメリカ合衆国のミシシッピ州で生まれる。ドミニカ共和国サント・ドミンゴの高校を卒業し、テネシー大学に進学。2007年6月の MLB ドラフト一巡目追放で、テキサス・レンジャーズから指名され、 8月16日に4年、総額210万ドルのメジャー契約で入団した。2009年6月29日にメジャー昇格し、同日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦でメジャーデビュー。6番、指名打者でスタメン起用され、3打数無安打に三振だった。2013年4月9日にディエフェとなった。2013年4月19日にウェーバーで、 シカゴカブスへ移籍した。8月2日にディエフェとなった。2013年12月12日のルール5ドラフトでボルチモアオリオールズから指名されマイナー契約を結んだ。2014年と2015年は2年とも参加のトリル a 級のオーフォークタイズでプレーした。2016年の開幕は AA 級ボーイベーソックスで迎え7月19日に メジャー契約を結んで25人枠入りした。7月26日にディエフェとなり、29日に40人枠を外れる形で AA 級ボーイへ配属された。8月27日に再びメジャー契約を結んで25人枠入りしたが、翌28日にディエフェとなり、30日に40人枠を外れる形で AA 級ボーイへ配属された。 2017年4月11日にメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約。7月1日にトレードでプエブラ・パロッツに移籍。2018年4月2日に独立リーグ・アトランティックリーグのサマセット・ペートリオッツと契約。7月17日にメキシカンリーグのモンテレ・ーサルタンズに移籍。2019年3月1日に現役引退を表明した。 ありがとうございます。